皆さんお元気ですか久米マリエです乳がんは治療により命が救われたとしても胸の膨らみを失ってしまう可能性があります失った胸の膨らみを取り戻す乳房再建について先生に詳しく伺います今回は乳がん治療中でも形成外科の関わりについてです教えていただくのは 鳥取大学医学部附属病院形成外科八木俊次郎課長です八木先生は乳がん切除後の再建やリンパ腐朽の手術治療などを行っています今回は乳がん治療中でも術後の形成外科の関わる治療について教えていただきます八木先生現在は乳がんにかかる人はどれくらいいらっしゃるんでしょうか日本人女性の場合 大体9人から10人に1人は乳がんにかかると言われておりますこの乳がんというのはやはりあの検査によって早期発見される方も増えてるんですかだと思います検査などによって乳がんが判明した場合その大きさや悪性度またリンパ節転移の有無などによって化学療法ホルモン療法またそれらを合わせたような治療が されます。ただし、根治的に中を目指す場合は外科的に手術する必要はあります。そういった場合に乳房を部分的に残す温存手術や乳腺を全部取ってしまう摘出術が必要になってきます。ただいずれにしても乳房の変形や欠損というのが生じてしまいますので、形成外科では乳房の再建術を行っております。 また、えー、リンパ節転移により、えー、脇の下のリンパ節を取ってしまった場合に腕のむくみなどが生じてしまう、えー、リンパ浮腫が、えー、出てきますのでその治療も併せて形成科で行っておりますでは乳がん治療というのはこういった術後の形成外科での治療も併せて一貫して乳がん治療というふうに言ってるんですね。はいいいそのように言って構わないと思います 乳がんの手術といえば、やはりあの胸がなくなってしまうというイメージがあるんですけど、こういった再建術というのができるようになってるんですね。はい。どういった方法なのか教えてください。まあ手術によって、まあ部分的であれ全部であれ失ってしまった乳房の膨らみを、はいえー、作り直す手術と、まあ簡単に言うとそういったことです。これは乳がんの状態によって進行とか、そういった状態によってできない場合もあるんですか。 当然あります。あの放射線治療を、えー、乳がんの切除後に受ける患者さんなどは、えー、乳房再建は全くできないということはないんですけれども、その手術方法がある程度限定されだとか、そういったことであの制限が加わる場合はあります。うん、この乳房再建手術ですが、治療というのは保険が適用なんですか？はい、えー。乳房再建についてはあのすべてあの保険の範囲内で。 ええ、こういった公的な病院ではするようにしております。そうなんですね。それはじゃあ、もう選択の幅が増えて心強いですね。まあ、そうですね。はい。では、この乳房再建のタイミングなんですけど。手術してすぐに行ってもいいもんなんですか。ええー、乳がんにかかった場合に、そもそも、あの乳房再建を希望されない方もいるし。はい、ええー、まあ、その乳がんにかかった。 ショックでその乳房再建まで考えられない人もいるだろうし、うんうね、乳がんの治療をある程度、えー、落ち着いてからやりたいという人もいるだろうしまあそれぞれあると思うんですけれどもそれぞれのタイミングであの、えー、乳房再建は可能です、まあ、大きく分けてその乳がんの切除と同時に、うんえー、乳房の再建を行ってしまう方法と、まあ、乳がんの切除 まあ一定期間置いて、つまりその欠損している状態がしばらく続いた後に再建を行う場合があります。まあ治療の方針だとかそういったものに左右されることはありますけれども、あの基本的にはまあ患者さんの希望に沿うような形にしています。あの乳腺外科の主治医の先生がいると思いますので、はい、主治医の先生に相談すればあの形成科を紹介してくれると思います。 じゃあこの乳房再建のちょっと方法はどういった種類があるのか教教ええてていいいたただだきたいんですけど教えてくださいこれも大きく分けて2つありまして 1>,、はい、1つはあの自分の体の一部の組織を乳房の再建の材料に使って移植する方法ともう1つは人工物ですねシリコン製の乳房インプラントを用いて乳房を再建する方法2つあります。 では、まず、このこちらですね。自分の組織を移植する、自家組織の再建について、教えていただけますか。まあ、大きく分けて、その乳房再建に使う材料としては。お腹の、脂肪などを用いる場合か、もしくは、あの、背中の組織を使う場合の。二種類に分かれます。これは、あの、乳房の大きさだとか。まあ、当然、あの、患者さんの希望。そういったものによりますけれども。 いずれにしてもあの自分の組織を使って乳、えー、房を再建するので、あの再建した後はあのまあ自分の組織としてまあ一生静着すれば特に問題なく、うんえー、経過していくと思います。例えば再建術はできないっていう制限なんかはあるんですか？例えばあのお腹の手術歴がある患者さんだとか。 今後妊娠する可能性がある患者さんだとかそうした場合はあの多少の制限はありますけれども、うん、あの全くできないといとうことはありませんこれあの傷跡なんかもやっぱ女性だったら気になると思うんですけどこれは残りますすかねね、えー、そうです、ね、あの傷はどうしてもついてしまうんですけれども、うんえー、お腹の組織を使った場合は、はい、あの下腹部に まあ一本横の線が残る程度、まあ目立たない部位には傷ができるとは思いますけれども、比較的目立たないところにあの傷は残すようにはしています。はい。後遺症なんかも出てこないですかね？あの一時的にあのお腹の筋力が弱まったりだとかする症状はありますけれども。 まあただあの他の筋肉が代償してくれたりしてくれるので、うん、まあ日常生活には困ることは、えー、さほどないと思いますなるほどでは続いてシリコンで膨らみを出すインプラントによる乳房再建について教えてください、えー、形や大きさもさまざまな種類があるので、うん、あのいろんな形に合わせた、えー、乳房が再建することができます、えー、手術自体も 自分の他の組織を犠牲にするわけではないので、うん、あの負担は、えー、あの人工のものののもも方が、えー、自家組織を使うものに比べて少ないいとは思います、うん、手術後に感染を起こしてしまった場合には、うん、このシリコンを、はいえー、取ってしまわなきゃいけないだとか、はい、またそのまあ人工のものなので将来的に大体まあ10年ぐらいでこのシリコンの インプラント自体が劣化してしまって、はいうん、入れ替えが必要になってくるという場合もあります。じゃあこのインプラントの方とですね、先ほど説明していただいたこの自家組織による再建のこの二つのあのメリットデメリットについて教えてください。まずメリット、はい、その自家組織によるメリットに関しては、はい、あのまあ自分の組織で移植ができるので、はい、まあその手術が うまくいけば、その自分の組織として一生、えー、過ごすことができると、はい、そういったメリットがあります。ただ、えー、自分の組織を使うので、あの、まあ、取ったところに、まあ、ダメージが多少ね、起こる可能性があるというのと、まあ、他入院期間が、えー、手術として大きくなってしまいますので、だいたい手術して2週間からまあ、長くて3週間ぐらいは必要になって。 来ることが多いですで、まあ、インプラントに関しては、はい、あの主,主義的に比較的簡単な主義なので、まあ、手術自体は短時間で終わりますけれども、えー、人工物を入れるので、はいまあ、将来的に劣化による入れ替えが必要になるとそういったことが、えー、デメリットとして挙げられると思います。 じゃあそれぞれ患者さんに合った方法、まあ、またメリットやデメリットを知った上でどの治療を行うかというのを決めることが必要だとということですすね。ね。そうででわ、ねはい、かりました。では続いて乳房の先にあたる乳頭部分の再建について教えていただきたいんですけどこの乳頭部分の再建というのもでできるんですかえと、まあ、これも患者さんの希望に応じてですけれども、はいえー、再建することはできます。はい これはどういった方法になるんでしょうか。まあ胸の皮膚を、えー、まあ立体的に縫い上げることによって。乳頭の膨らみを作るっていう方法なので。うん、まあ手術としては、まあ乳房そのものの再建に比べると。まあ比較的短時間な手術で終えることができます。ではこういった乳頭乳房の手術によって、本当に胸が再建されるんですね。そうですね。はい。やはり女性にとっては。 乳がんによって胸がなくなるっていうのは本当にもし自分に置き換えた場合悲しいことだと思うんでこういった乳房再建乳頭再建という方法があるっていうことをぜひ皆さんに知ってもらいたいですねそうですね。はい、またあの乳がんの手術後のむくみなどの症状が出ることもあるということなんですがこれも手術の治療によって改善できるんですかそうですあの まあ乳がんの治療によって脇の下のリンパ節が同時に取られてしまった場合にあのそちらの腕のの腕むくみっていうのは出てきます、うんでまあ、軽度であればある程度マッサージによってあの改善はするんですけれどもひどくなった場合にはマッサージだけでは、うん、え治らないことが多いのでその場合にえリンパ管とえ静脈を吻合することによって、うん、あの。 携帯しているリンパの流れを静脈に流し。変えてあげると、そういった手術によって。ある程度の改善は見込めます。ではリンパ浮腫も治療によって改善できるんですね。そうですね、はい。まあ乳がんの患者さんの数が年々増えてきて、またあの。それに伴って乳房再建を希望される患者さんの数も増えてますけれども。まだまだあの乳房再建ができるということ自体、またあの。 まあ保険の範囲内で乳房再建ができるっていうことを完全にあのご存じない方が多いのでまあそういった方でも乳房再建を希望すればあのその希望した時々でまああの最適な乳房再建が提供できるということを知っていただければいいかなと思います。先生あありりががととううごござざいいままししたた 乳がんは胸の膨らみがなくなるというイメージが強いですが、今回お聞きした医療の革新により、その喪失感を軽減できるのではないでしょうか。次回のテーマは、かような病態で起きる抑うつについてです。金子先生に教えていただきます。ぜひご覧ください。